はい、今回誰ですか。いいですね、こういうわけわからんやつ。名前が読めへんやん。ジュリア、ん？ジュ、わ、わ、読めへん。読めへん。ギオーム・オアロ。読めるか、そんなもん。オアロ、オアロちゃん。192センチ。あ、でももう引退してんな。こんなわかるわけないやん。これ知らんな。でかいんやな。PSG のハイタワーか？知らねえな。オアロちゃんは現在はすごいですね。スイス5部でプレイしてますと。フランス代表歴5キャップ。嘘やろ。ワンチャンワールドカップ行ってる？そんなことある？ワンチャンワールドカップ行ってるとか？行ってないとか？ワンチャンワールドカップは行ってなかったですね。はい、どうもバイト。はい、どうもバイでした。もともとはフランスのルアーブルの出身なのかな。で、PSG に行って、PSG もすぐ出てるね。で、全然活躍できずに、中国行ってんのか。で、ボルドー、スイス、スイスから流れて聞いて、スイスコブと。一番どこがキャリアのハイライトなの？パリ・サンジェルマンやな。パリ・サンジェルマンに5年間ぐらいいるな。でも大した活躍できなかったのかな？ちょっとわかんないね。プロ通算549。あ、もう前ね。リーグワン130試合。スーパーリーグ、どこのスーパーリーグやん？スイスか。わからんな。微妙やな。微妙な男やな。まあでもね、フランスの代表キャップ持ってるってことやからね。まあそれなりの選手なんでしょうけども。40歳か。でももう引退やな。スイス5部か。でも渋すぎるな。スイス5部は渋すぎるやろ。はい、まあ間もなく引退です。